定です。本日は三重県の津市にある大洞山と天ヶ岳に登りたいと思います。それでは行ってきます。レッツゴー。まずここから南大洞山へ登って倉骨峠に帰ってきて、そして天ヶ岳に登ってまたここの倉骨峠に戻ってきたいと思います。東海自然歩道、こんな寒いとはめちゃめちゃ冷え込んでる。ここの分岐はまず大洞山の尾岳と目岳を目指してるので、こっちの右側に登っていきます。こっち側は東海自然歩道で、大洞山をこう登ってで一周くるっと回ってきて、後からこっちから帰っていきたいと思います。苔が綺麗な道です。予想してたよりめっちゃ寒いです。止まらない、早く。お、大洞山四の峰894メートル。めっちゃ綺麗。霜が降りてますね。なんかとりあえず誰か暖かいところに行きたいです。サフ、やば、景色綺麗だ。風がすごいし。大洞山尾岳到着。標高1013メートル。天ヶ岳。次は目岳を目指したいと思います。めっちゃ天ヶ岳が綺麗。よし、
すげえ。さっき登ってきた御嶽が見えます。今こちらから登ってきました。そして目岳はこちらです。大洞山目岳、標高 984.8m 到着。スカイランド大洞方面に下っていきたいと思います。苔綺麗めっちゃ。すげえ。目岳からの下りはちょっとこんな石段みたいなやつがずっと続いてます。ここを下っていくと神福院に行けるみたいです。御嶽の桜のとこですかね。今ここ下ってきたんですけど、林道を少し下っていきます。こちらから下ってきて、ここから東海自然歩道を歩きます。森林セラピー苔の石畳コース。室岡火山群の山々、歩きやすい、めっちゃ。綺麗な道だな。おお、わかる。
この辺は室生山地って呼ばれてるらしくて、室生火山群、黒曽山と大洞山と天ヶ岳がよく登られてる山みたいです。阿蘇の登りの分岐まで戻ってきました。乗ってきた。次は天ヶ岳。戻ってきました。次は天ヶ岳行きたいと思います。天ヶ岳。林道沿いにちょっと下ります。ここがこう倒す。こう倒すと登り。こう倒すと登り。天ヶ岳山頂からの景色がめちゃ綺麗みたいなので楽しみです。急階段の道。階段の道が終わると、そのまま真っすぐ行ったら急登で、左行ったら緩やかな道で山頂まで行きます。で、今回は急登の道で行きたいと思います。もう近いか。すげえ後ろが。到着。天ヶ岳。標高 957.6m。通称伊賀富士と呼ばれているそうです。高見山で、あと黒曽山で、
それではちょっと休んだんで下段したいと思います。登ってくるときはこっち側から登ってきたんですけど、下りはこの階段から下ってちょっと緩やかな道をまた来た道に戻りたいと思います。分岐があります。天ヶ岳山椒、今ここから下ってきました。で、下りがこっちに行きます。上りがここ直通で登っていったんですけど、帰りがこちらの道で戻ってきました。そして天ヶ岳の方割と早く行けますね。じゃあ行きくなるぜ。ウォーターはつくか、ウォーターはつくか、2つこう滑る。ミックスで階段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 。登山道の横の林道が見えてきました。今回は大洞山と天ヶ岳に登りました。大洞山はめちゃめちゃ苔の道が綺麗でした。あと天ヶ岳は急登からの絶景が素晴らしかったです。あの室戸山地の展望がめちゃめちゃ綺麗でした。それではまた、バイバイ。登ってきた。御岳の桜見に来ました。